観光港側の取付道路山手側の駅前を提示、山手側の大通り線路と側道の間の空間回収された、吉広踏切と観光港を結ぶ道路新別府駅は、大分県別府市に建設が計画されていた、日本国有鉄道日報本線の新駅である。新別府駅という名称は過小であり、正式名称ではない。1951年、 旧別府港に代わる港湾として、別府国際観光港が着工された。当時の別府観光の主要な交通機関は、航路と鉄道であったが、旧別府港が中心市街地のすぐそばの海岸に位置し、別府市の中心駅である別府駅からも近かったのに対して、新しい観光港は中心市街地や別府駅から北に 2km 以上離れていた。 このため、翌1952年に、別府港の移転に合わせて、別府駅を観光港正面に移転する構想が発表された。しかし、別府駅周辺の住民が強く反対したことなどから、移転は実現に至らず、別府駅付近の高架化と現在地での駅舎建て替えとが進められて、1966年には高架化、及び市に駅舎が完成した。一方、 別府駅の現在地での建て替えにより移転が実際上困難になったことを受けて移転予定地に小規模な駅を新設する構想が浮上。新駅には新別府駅という仮称が付けられた。そして駅予定地周辺では日豊本線の観光港側、山手側の両方でインフラの整備が進められた。別府国際観光港側では 別府観光校前の国道10号から駅予定地までの91メートルの取り付け道路である別府国際観光校前線と6430平方メートルの駅前広場とが1960年5月17日に都市計画決定されたこの道路は片側2車線で両側車線の間の大きな中央分離帯には花時計が設けられて 地域のシンボル的存在となった。その後、花時計は撤去されている。一方、山手側では移転移行当時の1952年7月3日に、始動が都市計画決定されていた。この道路は計画では、駅予定地から山手方面に伸びて、明番温泉に至る延長5506メートルの始動で、駅予定地から石垣中央通りまでの、 約400メートルの区間には片側2車線の道路と幅広の中央分離帯が整備された。この道路には計画された新駅の名称を織り込んで、新別府駅名番線という名称が付けられている。さらに、1963年12月28日には、4000平方メートルの駅前広場が都市計画決定され、整備された。このように、 駅予定地を挟んで観光校を呼び、山手方向にはそれぞれ指道が整備され、特に山手側の道路は観光校大通りという通称で呼ばれているが、実際には日方本線に阻まれて観光校には直通しておらず、観光校側とは、狭愛な吉広踏切で結ばれているのみであった。また、新駅の予定地付近では現在でも、 線路と側道の間に空間が広く取られており、新駅設置用の敷地が確保されていたことがわかる。その後、1987年には、亀川駅別府駅間に別府大学駅が開業。別府大学駅は新別府駅予定地の北側に位置しており、その距離は約1 5トルしかないため、今後、駅予定地に駅が設置される可能性は低くなった。 さらに、2006年には、境愛でたびたび事故が起こり危険性が指摘されていた、吉広踏切の改修が決まり、2009年3月9日には、新駅や駅前広場の予定地であった空き地のほぼ真ん中を2つに分断して、片側1車線で、大型バスも通行可能な道路と、新しい吉広踏切が完成した。このため、現状では、駅の設置は、 不可能となっている。ありがとうございます。